ラジオネームモネルメロ。園田の地元の中央区は端にあります。ダブルキューマン9億お願いします。なんでもありじゃん。園田の地元の中央区細かいね。すごい細かい。そ東京なんだろうな、今回は。その他の仕事は。ああ。その中でも中央区は端にある。ちょっと、蒲田だったんだけどね。意味をなしてないね。いろいろ広がってきちゃった。その他の地元の中央区。まあ、いいのか。その他の地元の。良くないよ、これ。その他の地元の東京の地図が間違ってるってことか。あそういうこと？地図しないとな、ちょっと他とのこのズレができちゃうから嘘嘘みたいになっちゃう。ルールは守ってくれよ。嘘みたいになっちゃうもんな。嘘なんだけど嘘なんだけど。地元の中央区っていう言い方はし難しい。すごいね。まあ新しいとも言える、うん、試み。ダメよ、俺の地元出始めてる。みんなのそのメールがちょっと、うん、ダメだ、俺の地元にとどまってくれ、頼むから。ああ、なるほどね。規模が広くなりすぎてる。寂しい寂しい。俺の地元で遊んでくれ。みんなが出ていっちゃった。みんながなんかもう俺の地元でもうやることやったからちょっともう外行こう外行こうってなってる。本当のやつじゃん、それ。そうだ、地元の本当のやつじゃん。どうなつか。そうだ、うん、あるのってあるっけ20ん町の中にさらに区で分かれてるとこってある？京都とかだとある？あ、いや、あの神奈川とかも結構。あ、そうか、大阪にも中央区ってあるしね。そうか、ね、うん、ある蒲田のもう一個あるってことじゃん。群蒲田の群中央区はある。群だ、大田区。そのまあ俺の地域やったらなんか東蒲田とか、うん、東蒲田中央区みたいなことでしょ。そうだよ、ね、そんなはない。あ、ないの？そんなはない。あー、うん、じゃあこれ嘘か。それも全部嘘なのよ。まず嘘か。嘘か、悲しいな。そうなら嘘って言っちゃったら嘘になっちゃうからな、このコーナー。いや、唯一の地元民だ。終わりだね、終わりだね。俺だけじゃない、唯一嘘って言えば。俺のコーナー終わりだから。ずっと信じてた。嘘だって。その都度言ってよ、それは。あ、最近サボりすぎてた、もしかして。うん。俺のせいか。うん、肩分回して広げようとしてるだけでさ。事実確認をしてくれないからさ。おい、ごめんね。確かに、うん、嘘ですよ、全然一回もなかったの。事実確認が。今日はね、はい、あのフルメンバーでお送りします。他人寄りだからね。そう、相手は今まで演奏別物の原作で、原作でお送りします。今までずっと兄弟だった。間に合わなすぎじゃない？本誌の連載が止まってて追いついちゃった。追いついちゃった。ちょっと余裕出たんで、久々に原作のみでお送りしますけど。最初から間に合わない想定だったんだ。そう、もう全然。なんでもうアニメにする？もう初回からアニメから決まってたから。ああ、はい。期待されてたんだ。前作で売れちゃってたからな。あへん、うん、もういいけどね。ハイパーじゃん。ごめん、バーニオリガラシおかげで誕生日席みたいな。そうだね。でももう誕生日か。確かに。あ、そうか、一番近い。こんな近いね、近いね。アニオリは、アニオリは今年じゃ4日後。そっか。アニオリって言われてるの。アニオリならもっと遠ざけろよな。メインキャラクターの感じ。覚えづらい。覚えづらい。確かにややこしい。生誕祭が被っちゃうから、ね。そうだね。ハッシュタグ。ハッシュタグ。アニオリ生誕。なんでアニオリって呼ばれてるの。すごい、あいつがアニメのストーリー全部にオリジナルの方のストーリーになってると思う、一人で。いろんなところに。ね、あいつこそが。あの一番すごいじゃん。サボとね、声優が同じでね。子連れのオルフ。すごいな。ワンピースのアニオリ。おい失礼、くそ。どんな時間？こんな時間に5時ですね。若者のすべてか。夕方5時のチャイムとか。披露の早。意外と分かんない。でも 10月2日でしょ。はい。それこそ、いや、関係ないんだけど、誕生日とは。10月2日にさ、家族からディズニーに誘われたの。え、やめたのちゃん。
嘘嘘でしょ全部つけたたまちゃんが相談のお父さんが、うん、やっぱダルのこと好きだから、うん、ジェアミーさんを生誕祭でで、シークレットゲストでその場で痛いっすね好きなわけだよ、メンバー息子しまだモエポちゃんのことカルピスの子って言ってんだよ全然好きなわけないじゃんプデートされたいやつプデがなされてないなじゃあ絶対お祝いできないね、たまちゃんのこと確かに、確かにでも絶対に行きたい家族のディズニーなんて絶対に行きたいマジでうんえ行きたくないの行きたくないだろえぇ、ー、行きたいよあ、ほんとえな、なんで反抗期反抗期かっこいいよな、そしてかっこいいな触れるともっと爆発しちゃうからねえ、でもなんでえもう良くないもういっぱい行きたくないあー、逆にそっちかもう一回行きたくなんだよえ、そう、ディズニーじゃなんかもっと、なんだろう、熱海旅行とかさなんかそんな、そっちなんかその嘘だマジか家族お出かけごと嫌な感じだったもんねいや、そうじゃないマジで、でも行くとしたらじゃない家族でさ、ディズニーそうか、カラはさ、まず思い出がなくないそんなディズニーのあるか東京じゃないからそうそうそう身近じゃないのまあ USJ とかねうん、こことこことのまたその違いがあるのが行きたい確かにでも東京だねそうでも俺は最後に行ったらほんとちっちゃい時よ、多分家族で覚えてないぐらい写真でしか見たことないはぁうんパパとママとひいおじいちゃんみたいなえ写真でしか見たことないすごい人だったらしいよその家族ディズニーはマジでそのお父さんお母さんお姉ちゃん、ね、お姉ちゃん、うんおい、おばあちゃんはおばあちゃん死んじゃうよ死んじゃうおばあちゃんデビービーズ持ってくる待機ですからカップコーンのおばけいっぱい見たことないよでも乗るまでに全部取れるわえ、そうなんだどうしたなんかハリーポッターとか百味瓶でしたかったのと思うおばあちゃんにあげたお前なんでおあんな年まで生きて鼻クソ味とかわいい悔しいだろびっくりするかなとでもおばあちゃんでさえ新しい味だろうねでもほぼ味とか分かってないでしょおばあちゃんジェリービーンズ味があるの味は分かる泊まりじゃない泊まりではない泊まりですね今10月2日なんかいい仕事仕事いやいやなんかね仮で入ってんじゃんえ、そう入ってるよねでもまだ仮まあまあ誕生日だからなワーパーなるのすぐ見たあ、そうかそういうことかまあ全然いいんすけどね家族もどうせ仕事だろうけど暇だったら来ないみたいな感じあーもし空いてたらみたいなそのだけは暇だもんなそっちは暇だからお姉ちゃんないっしょ確かに姉ちゃんは普通に会社員だよあ、え、じゃあもう有給取るみたいなこと多分へぇーいいな10月2日詳しい予定を立てた日があるじゃんその年の10月2日が来たらもう次の年の10月2日の曜日をまず見ちゃうおそうか怖なんで楽しみなんだまだ誕生日ちゃんと楽しいから楽しみにしてるここ2年新ネタをしてるからな年代で確かにやってらんないよな何で確認するまでもないサンシャインさんのおかげというか宣伝みたいな2回とも一緒だよね、同じ6年この時間この高さにうんそうそうそう青春とされてる、俺の日俺の誕生日青春コントライブね青春の日だと思われてる誕生日を青春に捧げてなんかさまあそまあ、もう多分違うんだと思うからいいのかなとちょっとその不思議だったことがあって、うんうん、2週間ぐらい前に、うんうん、夜中3時頃かな、うん、もう寝ようと思って、うん、でゲームしかなんかしてたのが確かあで携帯見てなくて、うん、3時頃にパッて携帯見たら、うん、なんかたまちゃんから不在着信入ってた、うん、あったあ
ったあった。で、俺出なかったのね。うん、かけ直したの。ああ。かけ直したら出なかったの。おお、そうなんだ。でさ、そんなことまずないじゃん。ない。うん、電話メンバーが一番ないじゃん。一番ない。たまちゃんが。ああ、しゃべってない。もう心配になっちゃってさ。わかるわかる。そうよな。心配になった。なんか寝るに寝れなくてさ、どうしたって送ってもさ、返事が全然来ないの。ええ、じゃあ。と思って、でまあ YouTube だろうなと思ったのね、はいはいはい、だけど、うん、そのこれが危ないって言うじゃないですか。そうだね、川で遊んでると思ったら溺れてた人、うん、ああこれちょっと大丈夫かな、うん、確かに返事がないんだもん。そう YouTube だったら、うん、なんか結構早めに気づいたらまだ撮ってるだろうなと思ったの。だから折り返しで出るか、まあ、収録終わってても、うん、そのあるじゃん、そのかかってくるかもしれない時間、うんうん、携帯見とく時間の中で収めたつもりだったの、結構早めに聞いたから。え、じゃあちょっと本当に何かあったのかなと思って、うん、しかもなんかその日一緒にいた日だったのよ、ライブの。そう、ライブだった日かなんかで、あれなんか鍵忘れちゃったとか、うん、楽屋に、うんうん、でも実家だしなとか、うん、外で何かあったのかなと思ったら全然寝なくなっちゃって、そしたらなんか1時間後ぐらいに、すいません、お話したくてさ、で、多分今の感じ YouTube だし言うのよくない、じゃあ確かに YouTube 立ってましたわまだ残ってるから、そのお話したくて中になんか悩んでるのかなとかさ、あるじゃん、うん、え、じゃあその撮影も終わってたってことだもんね。そっと言うのに、まあ、YouTube なんですよ、実際、うん、もう YouTube なんですけど、で、全員かけて最後だったのは最後だったんですけど、あで、りょうやも出なくて、うん、で、その出なかった組の、なんだろうな、スクショを撮りたいって思って、うん、一旦そこまでも、その、撮れるように、うん、その、みんなにおしゃべりしたくてっていうのをみんなに言ってたんで、うん、同じ、口頭で言ってた文章というか通りに送って最後スクショを貼っ付けようっていう編集でそれやろうって思って、ね、そうだからスクショができるように気づいた後も撮りたかったんだ。そう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 、でそこだけで終わって、でそのお話したくてって言ったら「てんてんてん、おやすみなさい」って言われて、あだから優しいって思って、それで心配されてたもんね。だからでも本当にさ、いや怖いでしょ。いやそうだからめっちゃそれこそ言われたんですよ、やっぱ出たメンバーにも、うんうん、それこそ前とかもニヤニヤしながらなんかどうせ撮ってんでしょ、うん、だし、ちょっととかはなんかちょっとなんかたまちゃんが珍しいからなんかどうしたんだろうってちょっと心配するみたいなこと言って、うわ申し訳ねって思いながら、でも2人にはネタバラシもできずにその YouTube を YouTube でこう出すから、そこまで一旦言わなくていいかなって思っちゃって全然丁寧しそんでいや言わなかった、何回かもう間でラジオ撮ってるけど、うん、YouTube ならあれかなと思って言わずにいたんだけど、うん、出ねえから、確かに、いよいよ本当になんか悩んでたのかなって思ったの俺は。悩み取ってたんだね。そう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 、だから YouTube だから、なんだ料理の動画2本曲げてみてそれあげるよ跳ねてねえんだから1個前から、なんで跳ねてないともう一回やってんのお前心配するまあ、ほんと心配だったから、あなた日頃の行いが良くないんだから。良くないの？どういうこと？そのメンバーに電話かけるような社交性じゃないんだから、心配されるに決まってたから、あんたの。で、しかも、なんか例えば、ほんと鍵がないとかだったら、うん、まず女子同士で行くだろうなと思うじゃん。それ飛び越えてきたから、うん、なんか本当になんかあったのかなと思って、うん、時間も時間だし、そう、そうなのよ、もっとさ、夕方とかだったら、なんか、そう、確かに何も思わないわ、2時とか、2時とか、3時ぐらいかな、3時近く、どうせこの後出るだろうから、あれだけど、まあ、言うとその、私一回その、着信画面、道上さんが聞いたってです、うん、なんかかけて怒られんじゃねえかと思ってこんな時間に最近さ、いじりすぎたよ深夜さ、2個上がるでも、そういう時間だよね深夜さ、そんな時間に深夜さ、本音出る時間そんな子じゃないけどなんかわかんないけど、ブチ切れられるんじゃないか、でもわかる、めっちゃわかる、そういう時間で、そういう時間の電話深夜怖かったそっか、危なかった。そう、お風呂入っちゃったんですよ、その後、だから深井そうだ深井終わって、結構やっぱもう俺お風呂に携帯持ってったのね、いやー深井深井優しいな、いや怖いってば深井あー、そっか、そうだね、
すごい、萌子にも言われた、その、なんか、お話ししたいって言っても、やっぱその、もう一個、絶対そんなわけないっていうのをもうすぐ気づいたから、うん、そうか、最初お話ししたいから急に話し始めたんだよね。そうそうそう、でも一回話せばな、そりゃ出てるやん、まあな、うん、不在だったもん、怖かったね。確かに。そうだから、その、あんた常日頃電話なんてしないじゃないって言われて、でも冷静にみんなその市場でメンバーに連絡することってある？電話でさ、なんか今何してるみたいな。ある、結構あるもん俺。全然ない。うん、夏美はだって電話で、もうめんどくさいから電話しちゃう。それは何を話すんですか、その、え、今日何食べたみたいな。俺は忙しいんだぞ。え、違う。いや、車のやり取りの話もするし、ヨジャライブのこと聞くのとか、でもあと、リョウとかユータには結構電話するけどな。そうだから、あれよ、例えば、道迷っちゃった時とかに、LINE じゃない、いつも、もうついてるとか、こういうとこ来るとか、ね、そういうのも全部 LINE だからっていう話。そうそうそう、そう、あ、なるほど。俺は結構電話かけるよ、みんな。あーあーちゃんが電話かけるってことは、その一個上の緊急性があるのかもしれないって思うので、日常会話の次のフェーズ。あ、そこからなの、もうそもそもが。なるほど。なんかその萌子が言ってたのは、それこそなんか何もない時も別に電話していいんだよみたいな、そう言ってて別になんか YouTube とかじゃなくても、そう、だから電話が企画になると思ってるってことだもんね。そうそうそう、普段と違うってことだもん、電話が。そうそう、内容がマジでお話ししようだったから、うん、え、これ別にただお話ししてないと思って。確かに、なんか1個テーマ持って電話かけるとかね、の方がまあ企画感もある。お話ししようとか、お話がレアだと思ってます。そうそうそう、いつもいいんだよって。そういうことか。なるほどね。がっかりしたもんね、YouTube で。あのさ、寂しいよな。ああ、企画ですかっていう。はいはい、じゃあねって言う。それは協力してやれよ。企画としてでも寂しいのわかるわ。寂しいから。あ、そう、人前でしか喋ってくんない。企画じゃないと電話してくれないよ。なんかさ、電話の声もさ、なんかね、一個、あの、オンの。オンの。だって ずっとそうじゃん、テレビとか。私わかんないんだけど、いやでもさ、家でさ、いや動画回してるにしてもさ、家で実家、何実家じゃん、そうそう、実家で、そう、家で親がいる家で、親がいる家で、和室界隈だから和室界隈、そうだから実家で、家でさ、だって動画回してるにしたって、夜中にさ、メンバーに電話をかける企画とはいえじゃん、もうちょっとその抜いてさ、そっちの恥ずかしさみたいな、バレないように言った方がいいもん、確かに電話かけるなら。そうそうそう、単純にやっぱその改まって別に内容なんか要件がなく電話をしたことがやっぱりないから、メンバーにそのめっちゃ緊張しちゃって、電話越しにマンツーマンでメンバーとどうやって喋んだって。仲悪いかも。電話って1個なんか入るよ。わかるよ、わかるよ。だから怖えって思って3時に。いやめっちゃ緊張しちゃって、全然すごい、レナに敬語で喋っちゃった、めっちゃ。じゃないですか。知らないよ、そうする。むしろ怒られると思ったの。いや、申し訳ない、本当にそうなっちゃう。けど、まあ。ご心配を。禁止ね、禁止。もうあの、え、夜中深夜1時以降の急な無言電話禁止。怖いから無言電話じゃ別の意味よね。確かにやりすぎると羊飼いのやつになっちゃうのか。本当になんかあとどうせまた企画でしょ。狼少年。羊飼い、なんで羊飼いの方で言うの。狼少年じゃないのそれ。え、狼少年なんだっけあれ。うん、羊飼い。いやもう合ってる、職業ではあるけど。あ、同じか、こう視線が違っただけ。絵で覚えてる。なんか読んだったのね。感じたんだろう。別にその後言わなかったしね、なんかここで集まってた。確かにさ、それがやっぱ良くないよな。ありましたみたいな、ごめんね、ありがとうねみたいな。あ、そう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 、確かにな。全然自分でもう満足しちゃった。よし、一本取ってこれを編集するぞのこうだけになっちゃって全然だ、みんなにごめんね。お風呂に持ち込む人が出てくるよ、そしたら。そうだね、また四季が近づいちゃった。ストレスが、睡眠時間が削られ、待って、ぷよぷよになっちゃう。お前なんでお風呂に行ってんの。お風呂にて、お風呂にて待機やん。来ないな。
だろう、電話お風呂で出なきゃいけないと思ってるの。そんなに動きおもろいわ。やばいよな、ふみさん。何かと思ったんです。何にもないならいいんですけど、はい、何もなかったですもん。大丈夫です。かった。私ちょっとだけ簡単な質問みんなにしたくてさ。おー、なんだ。ハーバード大学かよ。めっちゃ怖いんだよ。簡単に答えたいな。本当に秒で終わりそうだったから。止めちゃった。いや、止めてない。弱にした。なるほど。でも、当たり前のようにね、あ、終わっちゃいそうだからもうすぐ言って、すぐ次の話でいいんだけど。じゃあ振りすぎだよ。簡単な質問を1個だけさせてください。すってそれ聞けばよ。ハベに、ハベについてる。ハベについてる。今できるよね。いつも教えてくれるレミちゃん。これね、ハベに、ハベについてる。俺漫才中ハブについてるとすごい気持ちいいな。まあ言えないもんね。言ってくれないの。言わないよ。漫才中は言わないよ。ハブにお前。いいじゃん。お客さんね、まあ、ギリスはない、見えてない人もいるだろうし。お客さんはね、うん、ただ見えた気になるだろうし。でもなんか言わ、うん、言うわけにもいかない。むずいよ。客前でどう撮んの、ハブにって。だからハブにフリーの鏡を用意したい。壁にはすでな文化なんだね。素手で撮る文化。いや、しないよ。本当はやらない。3人でね、あの、うん、演劇公演の時に、うん、みんな最初気合い入れてめっちゃ口紅塗るんだけど、うん、結構3人とも壁にすることもあるから、気合い入れプレクラに入ってる間に、壁に出してくれた、壁に。みんなじゃこれ。ああ、時間はあった。あ、それで。そうなんだけど。いくつは仲間に入れてもらえなかった、今の話。知らない思い出。知らない思い出。話しない。話しない。CG 今これ見えてるの。このグループ見た CG の感じ。アミオリと CG が。言ったよ。あ、これ聞こえなかった。なんだよ、簡単な質問せん。え、アルフォートってさ、うん、チョコ、ビスケットあれでしたっけ。おもろ。めっちゃ笑え。何があったんだよ。誰かと大喧嘩したの。どっち派、どっち派。私はビスケットなの。あー、あー、チョコだよ。あの靴の、おい、チョコだよ。忘れられない。味方増やしにしたら。本当に許せなくて、チョコって言った。せーので言う、うん、言ってみる、うん、もしか聞かなきゃかったな、ごめん。でも絶対そうだ、うん、せーの、チョコ。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 あ、でもビスケット。ビスケット。ああ。アンサンギャップにチョコ。だってチョコに絵描いてあんじゃん。違う。あれはビスケットにチョコがついてる。ビスケット食いたかったらビスケット買うっちゅうの。いやそう、チョコがついてる、口の中で混ざったら結局チョコなの。チョコ。はい。ある。なんなんマジで。関係ある、このくだり今。やればよくない、別に。え、あの、ま、くだりをご紹介の中に入ってなかったからガチってことガチです、これ。普通に無視した。ただガチです。普通に無視した。あれ背景クロノスタシスみたいでかっこいいな。ありがとう。下北の街よ。いや、だってじゃあ、うん、チョコに絵描いてあるからチョコが表じゃん、うん、じゃあチョコじゃない。でも最初に下に触るのはビスケットだよ。え、こうやって食ったらチョコ食べたい。それはチョコ食べたいと思って、あ、そう、買わない。チョコ買ってきた人がチョコ食べたいと思わないからな。じゃあなんかそのチョコじゃねえんだよなみたいな、そのチョコだと甘すぎるんだよなみたいな時にアルフォートか、うん、ビスケットでちょっと、うん、はい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 、でご飯みたいなことよ、ね、うんうん、ビスケットが、うん、白ご飯ね。そう、焼肉、チョコが焼肉で、チョコ焼肉で肉だけじゃねえんだよなっていう。だからチョコ買ってきてって言ったらアルフォート買ってこないよね。え、うん、全然、買う買う買うかも。チョコ菓子買ってきてって言われて、アルフォート買ってこられても全然いいし、それがあったの、この前だから。あー、これで違うの買ってきて、うん、え、これはチョコじゃないよ、アルフォートとかって言われて、靴の後、アルフォートビスケットでしょって話をした。靴さんいたんだけど。なんかいるんだけど、どこでも喋ってなかったじゃん、今まで。それかとかあるよ。その話かとか、シンプルとする資格が。なんか、みんなと同じレベルで話そうと思って。レベル。お前だけここにいるよ。レベルって言われたんだけど。
ビスケット。いやまああの食べた時の擬音がサクサクじゃないですか。あチョコかなって思っちゃうけど。おもろ。マイナスチョコです。マイナスチョコでもなんでなんで。あのコンビニとかスーパーに売ってる時にあのビスケットの箱じゃなくてチョコの箱に入って売ってるじゃないですか。チョコの箱。何それ。ああこのムーンライトみたいなやつじゃなくてね、チョコレートコーナーね、売り場がね、そもそも売り場がな、確かにそうだ、強っ、確かに強っ、大打撃、バーン、グーの音も出ない、すげー負けたんだけど。そっか、いやチョコだよな、みんなビスケットだと思ってた。でもそこではその人以外みんなビスケットだったの。かわいそう、その人。ビスケットを聞けばいいの。うちーってなってたんだけど。いやチョコだよな、うん、謝んな、謝んとこ、うん、ビスケットに船が書いてあったらビスケットだけどね。船大事なんだ、ずっとその城なんだ。いろいろいいやつ出たけど、ここら辺賛同しないけど。じゃあおい、テラスさん違うぞ、おいテラスさん違うぞ。なあベルトこっちも手が出したら触ってもらえるように。え、お前が、お前が出した手は触ってもらえないの。そんなことない。あれでしょ、いるこれ、この場においてこれいる。いらない。かわいそうなだけだから。うん、まあまあまあ、いや、ほんまあ、本当はもっと言えば、うん、アルフォートだけどね。ああ、まあ、もういっちゃうから、それ出したら泣いちゃうって思う。それ出したら泣いちゃう、泣いちゃうね。泣いちゃう。ちょっとイライラしちゃった時あったから。あ、でも、でもちょっちょこだと思って食ってる気するな。でも答え合わせはさ、これできるよな。裏面にさ、書いてあるよな。チョコレート。なんか、うちのデータベースが。あ、裏面を調べてる。裏面の写真持ってんだけど、こいつ見たの。なんで調べたことないじゃん、今。なんだ、おい、受け取れよ、お前。おい、砂糖娘の袋眺めてんのかと思った。どこにある？あ、はい、チョコレート菓子。これビスケットだったらビスケットで書いてあるかな。上にさ、いや、そうです。焼き菓子とか書いてある。ビスケット、チョコレート菓子。ビスケットとココナッツ。説明文ではビスケットが先に。じゃあチョコレート、イエーイ、イエーイ。ブルボンがな、勝手にな、別の話だ。ちょっと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 、いらないとは言ったけどさ、それはその言ってるだけで、やりたいはやりたいじゃん。明るいな。返し返し、ありがとう、みんな聞きた。なるほどな。いやでもいいよ、いいいい、なんかいい質問で、いい議論、ちゃんと分かる、本当に分かると思ってなかった。二色展開されてるのがチョコだからな、そのさあ、なるほどね、チョコに重きを置いてないかって、そう、味変、マロン、マロン味とかね。ビスケットは固定じゃないの、あれだって、うん、確かに、あー、うん、そうだね、確かに、うん、やっぱチョコ側なんじゃない。そっか、そう、こんなに出揃ってまだ折れない。ビスケット、でもさ、マリーとかさ、ムーンライトにチョコがかかったやつ、うん、一時期なんか売ってたけど、あれはビスケットって言ってもいいと思うよ。ちっちゃいやつとか、そうそう、うん、なんかあったね、あったね、チョビスケッツって、あの仲間由紀恵が多分 CM やってたんだけど、チョビチョビスケはあれってかけられてる感ないもんね、アルフォート。あ、そうそう、アルフォートさ、くっついてる、うん、かけられてる感ない。佐久山チョコジローは、佐久山チョコジローはうわ、どっち、うわ、ちょっと待って、あれ、佐久山チョコジローね、そうだ、うわ、むず、急に難しい。え、昨夜もちょいしょ、いくよ、あれ、ビスケット、せーの、ビスケット、ビスケット、ビスケット、味で、味で、あれ、こっちが変わる、味というか、食感、いや、だからさっきの理論が、なんか昨夜はチョコジロでは、俺は出てきたわ。あれが楽しいもんな、サク、そうそうそう、サクが先に、サクだしね、食った時の感じな。チョコジロは名前、昨夜が名字でしょ。あー、うん、佐久山家、佐久山家、佐久山家のチョコで、じゃあビスケット、ビスケット一家のチョコジローでしょ。いいな、佐久山、佐久山か、これでいいんかい。確かにね、出る、
言ってました。佐久山チョコチローはチョコレート菓子。俺あれちょっとチョコレート強くついてたって、そう結構でも結構総称で言っちゃってんのかもね。佐久山チョコジローってあれだ、ビスケットにジローがいるんだっけ、チョコにどっちがか、アイフォートだとチョコに船だっけ、どうなっちだったっけ、ビスケットじゃない、なんか主にビスケットだよね、佐久山チョコジローって。なんか茶色い文字で書かれてるイメージだから、あれ、はい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 。さっきの蓮見さん理論で言うと、チョコの方に顔は刻印されてるんですけど、おうおう、ビスケットの方にメッセージが書いてある。ああそうだ、ビスケットだよ、そうだ、いつもありがちょって書いてある。あ、じゃあビスケット伝えたい気持ちがある、伝えたいことだ。確かになんかサイズ感とか変わるとちょっとね、感覚またアルフォートと違うから迷うね、ビスケットの方。いや、チョコじゃ難しいね、いいじゃあカントリーマームは。あれ何何何カントリーマームは何だろう、じゃあ1個も言わないで、何だと思う。いや、むずい。あーめっちゃむずいこれ。何バラバラだろう。いくよ、せーの、いくよ、せーの、クッキー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 ソフトクッキーソフトクッキー。いや、それはさ、クッキーじゃないな、クッキークッキーだよ。あれはクッキーか、さすがにクッキーはすごいってことじゃない、カントリーマームが。あーカントリーマームとしてやっぱそうよ、孤立したんだ。あーそういうことだ。だってさ、どう考えてもクッキーなのに、なんかさ、生クッキーみたいなのたまもらうじゃん、うんうん、差し入れとかで、わかる、なんかしっとりしてるやつ、カントリーマームの方がうめえもんな。あしっとりクッキーとまた別ちょっとお上品すぎる感はあるよ、うん、味が。サントリーマーム、サントリーマームじゃない。サントリー夢のコラボ、夢のコラボ。味がと、高い優しい味というか。そうそうそう。そうだね。同じ対比の。同じ対比、同じ比率、比率、比率かな、うん、無理やりさ、あの難しい言葉を使おうとしないのが、いや、バカなんだから。クリティカルクリティカルヒット、対比でいけない。はい、全部カントリーマーム、カントリーマーム、クッキーです。おー、そうだった、そうか、クッキーなんだ、クッキーなんだね。でもやっぱね、チョコレートとかじゃないんだね、クッキーなんだね、ちゃんと。え、その決め部署があんのかな。スポンサー側のさ、あれじゃないでしょ、だって、うん、車って言ったら車になっちゃうもん、そしたらスポンサーが。アイスかとか、ラクトアイスかみたいなことでしょ、絶対。それはね、決まってます、基準で。そう、誰、どれがどれくらい入ってればって。そう、ちゃんと本物かどうかでしょ。乳脂肪が。これ、休みに教えてもらったんだよ、大学生の時。あ、ほんと。そう。で、俺はその日から、そのピノがアイスクリームなのよ。はいはい、そうなの、これすごいことだって思って、ピノばっか食ってる。あの値段でアイスクリームはピノぐらいしかないから、大体ラクトアイスとかも、パルムはアイスクリームで、ね、アイスクリームやっぱちょっとソースとか、スーパーカップとかラクトアイスでね、はぁ、そうそうそう、いやそう、だから誰かがさ食べてさ、そのおか甘いものジャンル決め帳がさ日本には あるんでしょ、きっと。最後出来上がって持ってって、そう下で決めるなんかアルフォート食べて、パン、パンですか、わかりました、おいパンだってよ、どうする、俺悔しいよ。パン変えた方がいいよ。メーカリコーナーに、パンコーナーに、パンコーナーに、パンですって感じ。大変だったのな、あれとか、シベリアとか。シベリア、シベリアってなんだっけ、カステラみたいな、カステラみたいなのやつね、あんこは、あーさん挟んだやつ、あれ何とするから、白熱したんじゃない。確かに、シベリアは風立ちぬで初めて見た、甘いやつだよね。あと甘食も、甘食ね、甘食ってもみんな、俺ほとんど食べたことないけど、私大好きだった。あ、ほんと、え、何パン、あ、そか、甘食はね、甘食、あ、もうそういう感じ、ようつけたなと思う、甘食っていう名前言えてみよう。あー、もう甘食だ、甘食だわって感じ。何あの形、甘食、形決まってるのかな。え、でも、あれも甘食、あれしか見たことない。そうか、そうだね、甘食すごいわ、甘食も入ってくる、甘食、説明したいんだけど、え、知らない、絶対見たことあるよ。
いやいやもうしたら本当にこの頃は本当に外キョロキョロして歩いてないぞ。スーパーマーケットのさ菓子パンコーナー見ない？結構大体昔からある。なんか田舎の花みたいな形してるじゃん。これは面白い。ああ、なんかカップケーキみたいなやつ。あ、まあ味はわかるけどね。あ、なんだっけ、花みたいな形してる。これ丸ボールが噴火したみたいな。そっかそっか。丸ボールなんかもっとちっちゃいだろ。そばボールね、そばボール。そばボールって何？え、みんな丸ボール知らないの？丸ボール知ってる。え、赤ちゃんが食べるやつ知らないんだよ。そばボール知らないの？そばボール、そばボール、そばボール、そばボールは固いやつ。じゃあもうこれそばボールじゃん。あのよ、てめえそばボールじゃねえかよ。いや違う、これじゃなくてこれの同じ色のね、丸ボールもある。そうそうそう、ちっちゃいやつ。私の好きなお菓子そばボールもある。別違う、丸ボール、丸ボール。京都らしい。あ、そう、京都のそば、これはそばボールだ。硬いんだ。何の話してるんだよ。クッキーみたいな。そう、そば。あ、これ普通のそばボール知ってるね。これめっちゃ好きだった。そうなんだ、美味しそう。知らん、おばあちゃん。あ、本当に。おばあちゃんが食べてたね。うん、いや知らん知らん。絶対そばの方がうまいだろ。あ、それわかんない。つゆつけない。ちょっと素材の味みたいな。そば粉って書いてある。そう、ちゃんと一応そばで言ってるし。そばの方がうまい。お前ずるい、知らなかったからって思う。そばの方がうまいだろ。ずるいぞ、こんなんもあるんだ、へえでいいだろ。ガキだ。これ以上新しい知識とかいらないと思う。クソガキだよ。なんか甘食知らないか。うん、甘食知らないの？そばボール知らない。甘食知らない。そばボール知らない。甘食知らない。やば。ダッサ。やダッサ。こうやって生きてきた。マジで。やば。だからガリガリなんだ。そばボール知らないから。ちょっといいですか？そのだ。大嘘疑惑。おい。なんだよ。あの。なんだよ。なんですか。我々のあの、まあ同期越したレインマンズっているじゃないですか。はいはいはい。の堀越くんっていう子がいるんですよ。あ、はい、堀越くんね、うん、がいるんですけど、うん、この子がね、うん、結構こうガタイがいいんですよ。そうだね。で、最近こう太ちょっと前に太ったね、堀越もね、うん、そういう企画やってた。太ったなお前なとか言ってて、うんうん、で、昨日一緒だったのライブが、うん、で、そのだと並んだんすよ。うん、はいはい。そう、で何キロなんすかみたいな話したときに、何キロさんそうだろ、俺は78って言ったら、堀越がええみたいな。で、堀越が何キロだったんだっけ。95。でかいね。そうでね、2人並んだらね、横幅そんな変わんないんですよ。で、身長もほとんど一緒なの。あ、そうなん。だからこいつ95なんだよ。そんなことないよね。95の人と並んで見た目がそんな変わらなかった。そう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 。最初俺ね、堀越がね、ボケてるんだと思ったの。あ、お前95なんか。だってこいつが78。あれちょっと待って。一回もこいつが体重計乗ってるの見たことない。いや、それは。ちょっと待って、ちょっと待って。そんな大ペテンじゃない、別に。いや、70、いや、見たことあるよな。え、見てないっす、見てないっす。うん、で、何それ今のは。いやーって、お前そういう温泉入った時見て、俺が体重計のさ見たじゃん。いや、でも、うん、いや、でも興味ないっすもん、そんなに。そんなことよ、おい。もう覚えてもいいわ。覚えてない。それは変わってくるな。ふんってしたんでしょ、きっと。上に。そう、無理だよ。上に。こいつ見てたら、なんか片足だけ乗ったんだろ、俺かしらさ。あ、ほら、歩くしか。片足乗ったんでしょ。体重計。違う、78だって。自在よ、体重なんか。片足さえ乗す。片足でいい。その一瞬だけ70にしちゃえばいい。うん。いや、ちょ、ほんと。だから、その、張ってるのよ、これ。だから、結構空気なの。マジで。何、空気って。肉じゃないのよ。そしたら、もし殴られたら、すっごいへこむじゃん。やってみる。ここら辺から空気が中でバンってなっちゃうから、肉の方がへこむ。それは縛ったの。肛門縛ったの。違うバンってことはね。違う、なんていうか、普通の太ってる人となんか違うんだ。腹変わってんのかなって。なんかやっぱ特殊なのかな。何特別なデブぶってんの。でもめっちゃ損してない。だってさ、体重何キロって言われた時にスペシャルパットマンって言うな。スペシャルパットマン TV やれよ。やるか。何すんだよ。
食うだろ。マックバカ食べる。危ない。嘘、嘘かもしれない。なんで本当なんだってマジで。私たちがその経験がないからさ。てかデブゾンじゃねえ。え、そうだよね。デブゾンじゃね。デブゾンじゃね。デブゾンじゃね。俺もデブゾンじゃね。デブゾンスクエアガーデン。デブゾンお前ユニゾンスクエアガーデンみたいに言うなおい。暴れたのかライブ中に。シュガーコーンとビターステップ。本当なんだってマジ信じてほしいわ。ケロって聞こえるんだ。なんでギターなんだよお前。いいライブで暴れたのか。タブチタブチでいいだろ。ボーカルでいいだろ。本当なんだってマジで。え、毎日測ってる？いや、毎日測ってないけど、うん、でも最近測ったよ。78位だったよ。なんなら76だしね、風呂上がりは。何それ、え、2キロ痩せてるの。それでいないお風呂。風呂禁止ね。怖い。最悪だったりして。臭くなったら全部詰め込んでる。どうやって信じてもらうのか、マジで。体重計乗っとるよ。みんな、うん、持ってきてよ。なんで俺が持ってこなきゃいけないんだよ。嘘をついてる。違う、お前じゃん、最初に出した。じゃあ、堀越だよ。え、堀越が2人だろ。そんな態度俺は分かんないもん正直。うん、あ、そっか。うん、みんなもね、うん、俺はだって23キロしかないから。なんで俺もちょっとごめん、お前ずるいよ。ごめん、嘘ついてた。本当は本当は今52キロある。ごめん。ああ、ちゃんと謝れ。謝れるんだ。謝んないよ。謝んない。これは今じゃないよ。今じゃない。一緒に謝ってくれるってね。いや、ちょちょちょ、ほんとなんだってマジで。もう今のところで言わなかったらもう無理だ。違う、だからマジでだって。この子はもう変わってしまう。これ、いや、これはマジで。これは78なんだって本当に。もう救えないね、これは。もう、こんな助け舟出したのに。そうだね。マジで欲しい、今体重計。全員謝ってる姿が想像できるわ。謝んないけど、78キロ。なんでだよ。もっと太い。興味ねえな。興味ねえな、おい。やっぱ俺の体重に興味ねえんじゃねえか。それか、堀越さんが結構筋肉があるっていう。筋肉堀越さんが特殊パターン。それはあるかもね。堀越さんの方がスペシャルパターン。スペシャル。だって実際上なんだもんね。体重的にも。なんで敬語で喋んないの堀越に。スペシャルパットマンなんで。デブとしては先輩だから。食生活とか聞きなよ。でも聞いた。堀越くんはお酒全然、その毎日とか飲まないらしい。お酒じゃない。俺は毎日飲んでるけど、78。なんだろう。変わってんのかな。変わってんのかな。マジで。それのことしかしてねえんだけど。変わらない。普通に生きただけなんだけど。困るわ。だるい。だるい。なんで。普通のデブでいさせてくれるわ。なんでだるいか分かった。何、太ってるから。体が重い。あんまりメントルから言うなよ。だる重。アリナミじゃないか。あれ別にデブで。違うやつ。デブでだる重。今違うやつ。そっか。じゃあいつか見せてね。いつかね。俺が持ってかなきゃいけないでしょ。いや、この次大受験を持ってくるまでに痩せる可能性があるから。あ、慌てて78キロでした。じゃあ今日買うか。なあ、持ってないの。え、持ってないの。家にはある。ある、初めてできてる。でも帰るまでだいぶ時間あるよ。今日じゃなくて、いや、1日2日でさすがにその98キロから、うん、98もねえし。堀越とだってぴったし一緒だもん。堀越より上か。98だもんね。1日2日で無理だから、やっぱ早いうちにやらせよう。これは OKOKOK。 最後やらせよう。最後マジ一瞬だけど、マジで一瞬だけど、本当に勝負になんないよ。いや、1時間議論した後に最後に乗ってもらう。それでは。そんなすぐ答え出させてたまるか。隅まで追い詰めてから。あの、外国人がさ、自分の子供かどうかみたいな判定するやつ。軽くて踊りまくるみたいな。したい。
やつ。何が嬉しいの？裁判官にめっちゃ怒られて。イエス！イエスの方で。なんで、なんで喜んじゃいけない。嬉しいの。嬉しいの。堀越の気持ちを。来週？来週持ってくる？うん、オッケー。来週は体重計スペシャル。体重計スペシャル。キングオブコントの結果とか出てるのに。あ、体重。来週は本当じゃねえか。来週は体重計スペシャルです。体重計のスペシャル。体重計。タニタ。プレゼンテッドバイタニタ。タニタ。スペシャルファットスターウィーク。やろうよ。マジで自信しかないわ。太るわけないもん、ここから1週間太らせよ、いっぱいご飯食べる、それ済みだろ、太るの可能性ある、 SDGs の観点的に残すの良くないから、いやもうこの1週間は受け付けないよ、いやプレゼントするから、俺の残り物とかじゃなくて食べ物をプレゼントする、いやまあじゃあ勝ったら食うよ、そんなのは、うん、勝ったら、勝ったらさ、あ、だから体重計スペシャルで、いや、その前、それ前、それまでの、それまで食べなきゃいけないから、そう、もちろん、え、なんで、いや、もったいないから、食べ物、スタバの新作飲みに行こうよ、あー、いいね、やだ、スタバの新作飲みに行こう、トリプルベンティーで飲みなよ、そうだ、アメリカ人、この1週間は誘われる可能性が高いわけね、みんなから、この1週間しか誘われない、いつもより多いって言うんです、いや、この1週間しか誘われない、一人で体重計を持ち帰るんで、来週お前はもう誰も喋ってくれないから体重計に乗った後はい、ありがとうございます、ごめんごめん、ごめんね、イケアの大きいバッグとか持ってその体重計に入れたら今何分？あと15分、あ、まあそろそろ今日は、はい、そうか、一人いないから、みんな15分、普段言うたら15分ぐらいしか大丈夫、したかった話ない、大丈夫、あの、これ、はあの、ぜひ、ごめん、いいよ、ね、あの女子メンバーと、はずみさんにはちょっと話をしたけど、ちょっと皆さんに嘘をついたことがありまして、これ大事な話よ、ほんと、それでもさ、どうする、あー、どうする、お前でさ、うん、とかでさ、動画出てから言った方がいいんじゃない、やめとくか、そう、今だからどうなるか決めてないじゃん、まだ、そう、確かに、その時言おうよ、そこで、ちょっと昨日盛り上がってた、それで盛り上がってないです、昨日、ちょっと、あれ、でも、そう、ついてすぐ言ったやつ、そうそうそう、あ、なるほどね、そうそうそう、全然わかんなかった、そびえもあんないし、多分、結果どうなったかなと喋ったわ、確かに、その時に喋ります、じゃあちょっと俺喋って、いいよ、いいよ、いや、もう最近俺ずっとあのネガティブになってることがあって、え、そうなん、もうあのヘルニアがひどい時期が来ちゃってて、うん、いいよ、うちに、もうその1ヶ月ぐらいもうヘルニアの痛い時期が来たらもうずっと痛いのよ、あ、そうなんで、俺萌子と帰り道一緒だから、もう歩いてたらもう歩くたびに腰痛いから、ずっともう痛いとかって、これもう一生治んないんだみたいなことを言ってたら、もうこのポジティブバカがもう何にも知らないのに、いや大丈夫大丈夫とか、調べてないのになんか言ってるでしょみたいな、これ治るからとか、痛いっていうか痛いんだよとか、もう全然痛いっていうから痛いんだよ、そんなこと言ってないですよ、全然もうなんか心配してくんない、めっちゃ心配だからね、私がずっとヘルニア治療法、ヘルニア、じゃこいつはね、ヘルニア治るって調べるから、ヘルニアが治った人とか、治る、この人はヘルニア一生治らないで調べるんだよ、違う、お前はヘルニア治るって調べるから、俺はその分ヘルニア治らないって調べないとダメだろって、治らす、うん、なんかヘルニア治るって調べたら、なんか、あ、これめっちゃすごい治療、注射で2時間で治るんだっけ、だってとか言って136万の治療を教えてきて、治るわ、バカかお前、それは治るわ、そんな治るに決まってんだろ、そりゃそう、腰骨、ね、取り替えられるわ、136万になったら、このままもうすぐ死んじゃうよとか言って、もう一切心配してくんないの、もうこんくらいの段差とかでさ、もう足ぶつけたらもうおしまいなの、あれで、だからもう段差あったら言ってって言ってんのに、もう全然言ってくれないし、あとチャリとかが来たら、チャリが来たら危ない、危ないじゃん、でも俺を車道側に歩かせたりするの、
もうそこは気使ってくれよ。それか心配してくれよ。その後ちゃんと変わって全部のダンス教えたじゃん。いやでも危ないもん、もう死んじゃうもん、本当に腰が痛いんだもん。一緒に帰るなよ。ギスギスするから教えて、絶対一緒に帰るんだよ。でさ、で萌子が全然心配してくんないから、もう、うん、なんか自分でこうなんかいけそうな、なんか体になんか痛みは和らぎそうなもんとか、チルアウトとか、お酒とか飲んだらなんか和らぐかなとか考えて、ピルクルとかも買って、で持って帰って骨に効くと思う。でなんか体にいいこととかありますかみたいなインスタで聞いたりしたの。そしたらなんかフォローゼロフォロワーゼロのなんかアカウントから酒は飲むなってきて、でなんか調べたら酒はなんか血行がすごい良くなって、うん、でなんかその炎症がなんか拡大しちゃうからお酒は良くない、想像つくだろそれって書いて、書いてな、ほんと妖精みたいな人、なんかフォローゼロフォロワーゼロでなんか警告してくる、もうお酒は飲むって、あそうなんだって思って、常識人だよ、助かった、常識人めっちゃ助かったって思って、神以外のお前だいつしか送れない。ヒロシがね。残りのエネルギーでいつしか送れないぞ。ドラベースのヒロシはプロ野球選手になって将来帰ってきて、僕の肩は治るんですかって未来のヒロシに言っちゃう。いいよ。お前がベラベラする。めっちゃ肩強くなってヒロシが。あったけどそんなシーン。で、あお先やめとこうって思ったら。その後になんかピコンってなんかめっちゃ絵文字ついてるなんかメッセージみたいなのが来て、うん、うちもヘルニアだよってでもそういう時はストレスとゼロかっこ 9% を5巻とか飲んで頭ふわふわさせたら痛みとかが和らぐからおすすめだよって来たもん。何こいつ何なんこいつって思って今酒がダメって、ね、言ってたのになんかそのメッセージが来たのよ。なんでこいつ誰だって思ったらはすみさんの姉さん、やばストゼロ5巻 9% 飲んだらふわふわになって分かんなくなるアルコールをおすすめだよみたいに扱ってモルヒネの使い方してるやばいって、なんだえ、姉ちゃんそうでスポーツしてたから、うん、ヘルニアなんか、うん、でなんかもうでももうなんかそれってなんかボケてきてるみたいな感じじゃん、ヘストゼロ5巻飲むみたいな、うん、でなんかもう先輩のお姉ちゃんがボケてるわけだから、うん、もうそれはもう俺もそれはスルーはできないよ、うん、だからなんか、うん、いや5巻は無理ですけどちょっとできるだけちょっと飲みますわみたいな、うん、和らげますわみたいな言ったら嘘みたいな電気の針治療がおすすめだよちゃんと治療いいやつだろ教えてくれるちゃんといいじゃん、でもその乗ったからちょっと降りられたって思ってワンタンでねちゃんと心配されたギャル真面目だから本当にリアクが飲むと思っちゃう。でも、ね、めっちゃ優しい、そんないちいち教えてくれて、教えてくるのね、すごいなんかストーリーとか俺も初めて見たんですけど、あすみさんのお姉さん、なんか勉強不足、僕は勉強不足なのかもしれないですけど、ギャルはなんか友達とかを大事にするみたいな感じなのかなと思ったら、なんか世界で一番大事なものはみたいな、あすみさんのお姉ちゃんが飲み会でマイクを持って一番最悪だった、世界で一番大切なのはお酒って言ってめっちゃ面白かった仲間とか友達じゃないんだってお酒なんだちゃんとちゃんと酒だったなんか本当にさカラオケの一番狭い部屋みたいなとこにさおじさんと姉ちゃんと姉ちゃんの旦那となんか派手な女25人ぐらいがギチギチに座ってるみたいなとこでそれやってたもんな、やってためっちゃすごかったすごいお恥ずかしいうちの姉がすごい話だ体に悪いストゼロ5巻おもろいわでも針治療行ってあげてよ、いや針治療ちゃんと針治療は行けます、あんた本当だらしいんだからそういうの、いやでも死ぬよなんないってあんた死ぬない死ぬよ、昨日も鳴劇で、うん、センチネルの大勢さんとのヘルニアなんですけど、うん、大勢さんも、うん、もうヘルニアは人生もう一緒なんないよっていう、そう話してたからもう俺もネガティブになっちゃってまあでも大勢さんと一緒にもう起き上がれないんだって、だって大勢さんも朝もう腰が痛くて、うん、これ辛い。なんかしてみないとね。出たよ。
こいつ。こいつ、本当にいや、な麻薬卵ってわかる？麻薬卵なんかめっちゃ味が染み出て、やみつきになる味玉のこと、麻雀卵ってずっと言ってて。やばいんだよ。やばすぎて。こいつやばいんだよ。ちゃんとビバントって言ってたし。ビバント。やばすぎる。これやばいよな、マジで。やばい。一つのグループで活躍から。ほら、折れないでしょ。大切すぎてなっちゃう。直せよ、それいいかな。若すぎ。私の頭。若ポジティブ。あれはした方がいいよね。まあ、針治療はね。治療したらいいと思います。いい医者見つけ。関係ないんだけどね、針治療も。骨から飛び出てるから、脊髄の。あれは切除しないと。痛みは和らぐんじゃない。まあ、そうだね。悲しいわ。ちょっと願いがしないといけない。他1ヶ月は。メンタルケアする人あなたでも。心配してるだよ。そうだ、心配はじゃあ。心配してほしいんだよ。心配してほしい。心配しよう。かわいそう。そんなこと。頑張って。そんなこと。じゃあ終わろう。はい。じゃあ。誰だ最近やってない人。最近やってない。じゃあもう行こう。私は今筋トレをしてまして、うん、筋肉を鍛えてるんですけど、うん、ちょっとあの長期間の公演に行くことになって。え、舞台？舞台だね。あ、そうなの。子供を楽しませる舞台に行くことになったんですけど、なんと。ディノサイエンスのティラノサウルスの中身に抜擢されました。言わない方がいいんじゃない？中身とかありました。言わないでほしい。じゃあ本当あれは全部追いつきながら喋りやがって。全部ロボットなんですけど中身はね。そう、本当はもう中身とかないの。嘘の説明いいよ。あとその筋トレ周りで言ったら、その筋肉主演の嘘みたいなドラマ本当に出てるから。ややこしいわ。それは本当だ。嘘かと思って。嘘かと思って。だから俺もカズレーザーさんとダブル MC で嘘みたいな。あ、でも嘘みたいな。上半身急にポンって。めっちゃ本当に。ありがとうございました。